はい皆さんこんにちは山内大臣です今日は高校生の方からご質問をいただいています私は得意科目が偏っていますでも3教科5教科全部頑張って南関大学に入らないといけないんでしょうか1科目だけできてもいい大学入れませんよねどうしたらいいんでしょうはいみんながみんな5科目3科目が満点取れるなんていう受験生ばかりじゃありませんよね 僕もよく高校で出会うんですよ私数学だけできるんです物理だけできるんです英語だけできるんです国語だけできるんですっていう人安心してください一科目だけで受験できる大学がありますなんと北海道大学です理学部の数学ですねあるいは同社大学や青山学院大学の英文化は英語だけで受験できます上智大学の総合グローバル学部は 公募生推薦が英検級以上と小論文です法政大学の文学部日本文学科は国語と小論ですつまり実質国語会津大学は共通テスト理理科だだけけです物理だけ例えばそういう受験の仕方もできます東京電機大学は数学満点だったらほか0点でも受かるという入試があったはずですというわけで実はいろんな大学を探すと 得意な1科目1点突破っていう入試をやってる大学はあります。で、地方の人だったら5教科まんべんなく全部できて国公立へ行け東京や関西だったら私立大学3教科満点取って少しでも高いところへ行けと高校の先生に言われるはずですがそんなこと言ったって私は個性があるんだから1科目に偏ってるよっていう人その科目だけ集中的に頑張って行ける大学はあるということですね。 まあ、あるいは2科目だけでいく英語と国語だけで受験できる中央大学の国際情報学部とか、まあ、探してですね少ない科目でいける名門大入りたい難関大国公立は探せばありますで、まあ、先生にはですね3教科5教科で目指してますというポーズを取りつつその少ない科目で受けられる本命大学をきちんと目指して勉強していけばいけるんであんまり気にしないでくださいで一つだけごめんなさいね、えー、社会だけが得意な人ダメです 日本史だけとか地理だけとかそういう大学は特にない、えー、法制の文学部地理学科は英語と地理でいけますけど英語はできないといけませんからね社会だけ得意っていう人は国語と英語ちゃんとやってくださいでそれ以外にその物理とか数学だけっていう人はやっぱりそれをちゃんとやってでその一科目だけ得意って言ってる以上あなた当然クラスで一番できるんですよねあるいはあなたの高校で一番できるんですよね全国レベルなんですよね とと、っていいいいううぐらいままでで鍛えなな英語科科目目か数学1科目なんん。ていう入試は突破できません頑張ってください。でできればその1科目が得意だっていうことはあなたはいい勉強法を知ってるはずなんですよ。ちゃんとそれを他の科目で応用すれば3教科4教科5教科できるようになりませんかそうやって本来の科目数で受験できるようにまだまだ高校時代しっかり勉強してもいいのかなと思います。頑張ってください。いありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。